はい、おはようございます。東京駅です。昨日のワイン会も無事に終了しました。これから神戸に向かいます。今日は日曜日ということもあるんでしょうが、外国人観光客がすごく多いですね。東京茅場町のワイン会を終えまして、本日は神戸にやってまいりました。三宮です。本日の会場はこちらです。サレド青木空を知るさんです。今日はですね、美魔女軍団のワイン会ということで、美しいワインの所作講座を兼ねたワイン会です。どうなりますことやら。ちょっとさくらさん撮って、これ、あ、これ何、これ何、いやー、生ハムのイチジク、はあ、こちらのお店のお料理は本当になんていうかセンスのある、さすが神戸って感じで、私こうでね、すごいもう本当にあの時ね頑張って私も応援してたんですけど、神戸のワイン会が始まりました。素晴らしいお料理で、ほらほら美しい、ほらほら美しい。そうそう、この赤ないと思います。イチジク、ちょっとすみません、手づかみで。うん、おいしい。毎回この回はすごく盛り上がるんですが、今回は前回以上です。このお店のオーナーさんにも飲んでいただきます。柿内さん、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。めっちゃいいじゃんね。はい、今日の成果です。どうですか。素晴らしい。おー、じゃないですか。はい、神戸のワイン会が無事に終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来春お会いしましょう。ありがとうございます。大盛況でした。